今回はこちらのお店で北京ダックをいただきます。北京ダックは中国語で北京烤鸭。日本では高級な北京ダックですが、中国ではさほど高くありません。この店はダック1羽セットで158元、半羽セットで88元です。この釜で約1時間じっくり焼きます。待つ間に他のお料理を注文。豪華な器の前菜4種盛り、白キクラゲのスープインアーガン、そして私の大好物ゴンバオジーリュン。これらを食べながらダックを待ちます。ここで満腹にならないようご注意ください。そして待望のダックが登場。シェフがその場で切り分けてくれます。日本の北京ダックは基本皮のみですが、中国では肉も一緒に食べます。これがダック1羽のセット。この店ではこんなパンもついてきました。店員さんに包み方を教えてもらいました。まず皮を手の上で広げ、ダックを取りタレにつけ皮にのせます。基本的にこのタレヤージャンにつけますが、この店ではからしのタレチエモジャンとブルーベリーのタレランメイジャンもついています。北京ダックは脂っこいのでキュウリやネギも一緒に入れます。こちらはサンザシスティックシャンジャーティオ、お好みで入れます。皮をこのように折りたたんで包み完成です。店員さんが包んでくれた北京ダックいただきます。あ、美味しい。今まで北京ダックに入れたことないんですけど、これはこれでいい味出します。ちょっと甘酸っぱさが加わります。続きましてこのパンシャービンの食べ方、先ほどの具材を挟むだけです。お味はどうでしょう。こちらも美味ですが、これすぐお腹いっぱいになりそう。僕はやっぱり皮の方が好きです。なので自分で皮を使って包みます。とってもジューシーです。ダックも好きなだけ入れられます。上手にできました。じゃあこちらを自分のペースでお召し上がりください。チャーハンやご飯などもありますけど、基本的にはこの皮が小麦粉でできているので、これが主食となります。チャーハンは頼みません。ちなみにこちらは砂糖。こうやって砂糖をダックにつけてそのまま食べてもいいとのことですが、ああ、なんじゃん、吃好油啊。どでかいスープヤータンが運ばれてきました。こちらは先ほど切ったダックの残り部分で作ったスープ。このお店ではたった10元で注文できます。結構薄味ですね。鴨の出汁がうっすらと効いてます。あとはひたすらダックを食べ続けましたが、2人でダック1羽は多すぎました。そんな時は持ち帰ることができます。有料ですが、このようなタッパーに入れて持ち帰ります。タレもこの中に入れます。ちなみにこのお店のタッパーは小さいのが1元、大きいのが2元です。いかがでしたでしょうか。新型コロナウイルスが収束したら、ぜひぜひ本場の北京ダックを食べに行ってみてください。コメント欄にご意見ご感想をお寄せください。そしてチャンネル登録をお願いします。